おじさんは隠れて、私がおとりになる。質問に答えてください。答えて。俺はお前を何です？俺が誰なのかはどうでもいい。それより、今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？
読むの早いね。昔とちっと悪くない内容だ。本当？この論文はパパと共同署名で。学会には出すな。これは私が預かっておく。どういうこと？どういうことだと？わからんのか。たかがサイエンス誌に低レベルな論文が掲載された程度でいい気になるなということだ。なんだ。久しぶりに会ったことだし、いろいろと話したいんだけど、パパは今青森に住んでるんだっけ？私って父親に嫌われてるのよね。帰れ。え？さっさとアメリカに帰れ。二度と顔を見せるな。でも。何が意見が聞きたいだ。何が共同署名だ。本心ではそんなこと、これ私を憐れんどるのか、それとも蔑んどる。私は十分落ち着いておる。指図するな。私が今日この場にお前を呼んだ理由を教えてやる。勝ち誇りたかったのだよ。お前が絶望するほどの差を知らしめてやろうと。なのにあの妙な若造のせいで全て台無しだ。そしてお前がそんな私を見て鼻で笑っていたのも知っているぞ。笑ったなんて。この論文に意見が欲しいのか？意見ならここで言ってやる。この論文は私の名前で発表する。まさかパパ。なんだと？私の論文盗むの？そんなことだけは。
なんで。なんで。バカどもにはふさわしい末路だ。ごめんね。どうして私、パパに。でも、パパはバカみたい。ごめん。こんな終わり。おかりおじさん。立っておじさん。クリス、しっかりして。今すぐここを離れないと。ごめん。なんでこんな。おじさん、まだ大丈夫だから。しっかり捕まってて。
無駄だよ。無駄なんだ。何もかも無駄なんだよ。俺はやっぱり、クリスを助けられないんだ。わかってた。わかってたんだ。こうなるって予想してたんだ。もう疲れた。ずっと休んでないんだ。だからもういいよ。おかり！何？お。無駄。おかり、メールが。
この私、ドクター中鉢がその発明に世界で初めて発表会の会場でね。ロシアじゃ。
最初のお前は何も知らずにドクター中鉢の発表会に来ていたはずだな。ミッション。オペレーションスクルドの概要を説明する。